関連質疑の申し出があります。山ノ井君の持ち時間の範囲内でこれを許します。大西健介君、<上>介君、大西君、えー、立憲民主党の大西健介です。えー、私あの土曜日日曜日と、えー、石川県の志賀町に行きまして、えー、現地で活動している、えー、NPO、えー、愛知ネットさんの元でですね、私もボランティア活動してきました。まあ、そこで見聞きしたことについてはですね、また別の機会に質問させていただきたいと思いますが、えー、今日は政治資金問題の集中審議ということですので。 えー、前の同僚議員の質問に続けてですね、質問をしていきたいというふうに思っております。えー、政治資金収支報告書についてはです、ねえー、多くの議員が今、まあ、訂正を行ってます。えー、午前中も山野井議員からですね、萩生田前政調会長の収支報告、訂正、訂正、訂正のオンパレードで、まあ、こんな訂正じゃ意味がないんじゃないかという指摘がありました。えー、そこで私からもですね、一つ具体的な例をお示しをしていいたさせていただきたいと思うんですけれども、これは、えー、清和会の 元会長であった細田博之前衆議院議長の資金管理団体、通商産業エネルギー政策研究会の首相報告書ですけれども、これ、赤字で囲ってある部分ですけれども、使途不明金って書いてあるんですね、使途不明金ですよ、これ。その上で、ですねこれ、不記載であったえ清和政策研究会の寄付を、 収入に加えた分、支出のその他の経費に令和2年分では114万円、令和4年分では178万円、これを使途不明金として載せてます。で、えー、確かにですね、不明部分については判明次第、えー、訂正をしますということは書かれてはいるんですけれども、これ、使途不明金の支出先、これ、亡くなられた細田さんになってるんですね。これから先、これが判明することなんかないじゃないですか。それをですね えー、非課税の政治資金として認めていいのか、こんなことがあっていいのか、あさってから、えー、まさに確定申告が始まりますけれども、まあ、当然、使途不明金はです、ね、これは経費として認められるわけがなくです、ね、課税対象になります、えー、岸田総理、えー、まさに防衛増税や子育て増税で国民に負担を求めておいて、これで納税者の納得が得られるとお思いになりますでしょうか内閣総理大臣、岸田文雄君。 はい、あのご指摘の2月1日に訂正された細田前衆議院議長の資金管理団体の政治資金収支報告書では、令和2年、令和4年の収支等の一部について、不明等の記載がなされているところですが、委員ご指摘のようにう、この報告書の中に、1つは収,収入および支出のうち、一部の日にちについて特定できないため、記載できません。 当該不明金については判明した時点で訂正いたします。えー、このように記載をされていると承知をしております。あのー、これ以上についてはこの承知しておりません。えー、まずはこの事情を最もよく知る各政治団体において明確な説明責任を果たすべきことであると考えております。そして納税等についてはこれは当然のことながら。 国税において適正公正な納税にを実現するために努力をされている、えー、必要に応じて、えー、税務調査、あるいはさまざまな資料の聴取等を行って、適正公正な税務実現に努力しているものと承知をしております大西健介君、先ほど私が言ったように、ですね確定申告では使途不明金なんてこんなの許されないんですよ。でこれ首都不明金ってしてておいて じゃあ判明次第というけれども、先ほども言いましたように、細田さんもう亡,くなられるんで亡くなられてるんですかこれじゃ判明しようがないんですよ。それでもこれ、使途不明金で通っちゃう、これで本当に真面目に納税しようという気になるんでしょうかね、私はそうならないと思います。で、えー、いろんな訂正がなされてるんですけれども、えー、いくつかのパターンが見られます、その一つとして、ですね例えば次のものですけれども、えー、派閥からのキックバックをですね、 議員本人から政党支部に寄付していたという、こういう事例が見られます。で、これがその一つの事例ですけれども、えー、例えばこの例では議員から総支部に、えー、寄付三百万円をしていたということをこれ削除して、えー、なおかつ今度三百五十万円寄付していたということを二百九十八万円に減額をして、その合計の三百五十二万円を日付不明で清和会からの寄付として書き加えるという、こういう訂正を行っています。で、こういう 同様の訂正をしている議員というのは、ね、他にも多く見られるんですがえ、実はですね、自分が代表を務める政党支部に寄付をした場合にはえ、制度上ですけれども、確定申告で寄付金控除を申請すれば、寄付額の3割が戻ってくると、こういう仕組みがあります。でこれ、過去にはです、ね、こういうことが問題になったこともあるので、まさか使ってはいないとは思,う思いたいんですけれども、仮にもしこれ利用していた場合にはですね、 これ還付金の詐取になる可能性があると思います。えー、一般論で結構ですね、国税庁。えー、こういう場合にですね、還付金の詐欺、遺骨詐取になるのか。お答えいただきます。国税,国税庁。次長星谷和彦。えー、お答え申し上げます。 個人の、えー、確定申告におきまして、虚、え、偽、ー、の事実を申告した場合には、えー、殺診になると考えてございます大西健介君。当然ですよね、だから、えー、これ、派閥からあ寄付してもらったということに直して、だけど本当は、えー、もともとは個人から寄付したということにしてて、そしてこれ、もしですね、給付金控除を使ってたら、 ここれ本当に,完璧に詐欺していることになるとなんですですから、総理ですね、自民党は裏金議員からの聞き取り調査をもう終えたということですけれども、これ、さっき私が言ったように、キックバック分を個人から政党支部に入れたという、こういう処理をしてた人が結構複数いるんですけど、そういう人たちが寄付金控除を使ってなかったか、これ、全部確認していただけたんでしょうかう内閣総理大臣、岸田文雄君あの、えー。政治資金収支報告書については、 警察による捜査を経て、その上で事実に基づき記載すべきところですが、関係者において実態として政治団体から資金管理団体への寄付であったと、こういった,いった判断をしたからこそ、事実に基づき政治資金収支報告書の訂正が行われているものと,と認識をしております。ですから そういった,そういったもあの政治団体から政治資金管理団体への寄付であったと、最終的に判断をして修正したものだと思いますし、まあ、その上で、えー、この税務上不都合がないかということにつきましては、国税において適正に判断されるものだと思います、はい、大西健介君さっき国税庁が言ったように、もしこれ、寄付金控除を使ってたら、差しになるんですよ。だかかから寄付金控除を使っってなかったかというのは 確認しなきゃいけないんだけれども、結局、今の総理の答弁だと、結局、そのヒアリングにおいては確認してないんですよ。だからいかにです、ね、このヒアリングが不十分なものかということだというふうに思います。で今回です、ね、多くの国民が疑問に思っているのはです、ね、不記載額が3000万円を超えると立件されるけど、それ以外はおとがめなしになっていること、また、五人衆と言われる安倍派幹部が不起訴になっていること、これが、まあ、皆さんが非常に不満に思っていることだというふうに思います。そして安倍派のの幹部の責任を超え 問う声はです、ね、安倍派内部にさえありますでこの点、記載額が2728万円と、えー、3000万円に近く、5人衆の1人だった、えー、萩生田前政調会長は、私は厳しく処分をしないと示しがつかないんじゃないかというふうに思うんですけれども、萩生田さんはです、ね、1月22日に記者会見を行っていて、まあ、いくつか興味深い発言をしています。パーーティー権の代金については 派閥の口座ではなくて、自前の口座に振り込んでもらう形を取っていたと発言しています。また、令和2年から4年までの3年間については、派閥事務局からの指示で、ノルバ分のみを派閥の口座に振り込んだとしています。そして保留金については、口座から引き出して、派閥から現金で渡されていた還付金と同様に、担当者が机の鍵付きの引き出しに現金で保管をしていたと、こういうふうに説明しているんですね。でこれ 支出についてはです、ね、会合費や外遊費の経費として、約955万円を支出して、残金が1897万9000、飛んで94円あり、約1890万円については、清和会に寄付するつもりだと、こういうふうに発言されています。そこでまた国税庁に確認したいんですけれども、一般論で結構です、ノルマ超過分を派閥には入れないで、複数年にわたって現金で管理していた場合に、 もし使い残しがあればそれは雑所得として申告する必要があると思いますけれどもいかがでしょうか国税庁次長星谷和彦君えー、答え申し上げます政治資金につきましてはまあそれが政治家の関連政治団体または政治家個人のいずれに寄贈するかによりまして課税関係が異なるため こ,こに実関係を精査すする必要がございます個人の帰属する場合には、雑所得の収入ということでございますけれども、<お>その場合には収入金額から必要経費を差し引いた残額が課税対象となるということでございます大西圭介君、これあの、超過分については、ですね派閥の口座じゃなくて、自分の口座に振り込んで、超過分はそのまま派閥には入れないで、手元に置いておいてす。 しかも1年じゃなくて、複数年にわたって現金で管理するというような場合は、これはまさに政治団体じゃなくて、個人で管理しているだというふうになる可能性が高いんじゃないですか、いかがですか国税庁次長、星谷和彦君お答え申し上げます。一般論で申し上げますが 政治資金の規則を判断するにあたりましては、まあ、その資金が誰によって実質的に管理、使用されていたかなど、さまざ、あ、まな状況をまあ総合的に精査して判断することとしております大西健介君。まあこれは先ほど藤岡さんもやってましたけれども、やっぱりそういう実態をやっぱりあの確認するためにはです、ね、これ、税務調査しな,しなきゃいけないで、今のこの萩生田さんの会見の話を読む限りですり、ね、極めてこれは、 私は廃炉、えー、なんではないかと思いますので、ぜひこれ、調査をすべきだというふうに思います。でところが、ですね党の、えー、本人の萩生田さん、全く反省している様子がありません。これ、先ほど本庄さんも、えー、使ってましたけれども、資料の方をご覧いただきたいと思いますけれども、資料の3ページ目でありますけれども、文、え、藝、ー、春秋、月刊文藝春秋3月号、ポスト岸田は誰なのか、派閥と金を本音で語るというタイトルで、 萩生田前政調会長、武田亮太元総務大臣、そして予算委員会の、えー、与党一人理事の加藤勝信元官房長官の提談が掲載をされています。えー、この抜粋をご覧をいただきたいんですけれども、線を引いておきました、えー、年末年始もこれだけ批判され、お詫びしてきたという点では、一定の社会的制裁を受けたと思います。立件されなかったのに検察が期待値を上げたことで、この人たちは悪いのに助かったみたいに思われるのは、すごく理不尽な話です。 私は責任を感じたからこそ、年末に党の政調会長を辞しました。そのことで一定の政治責任は果たしたつもりです。自民党は失敗は失敗として、もう少し寛容に、まずかったけど頑張れよと言ってくれる政党かと思ったら、党内からも処分、処分と言われて、こんなふうに言っているんです。岸田総理、これ、全く反省してないじゃないですか。萩生田氏をはじめとする安倍派5人衆、厳しく処分するつもりはおありでしょうか内閣総理大臣、岸田文雄君。 ちょっとあの記事の内容について、コメントは控えますが、いずれにせよ、今、この問題について、この再発防止策等を考える、これは重要でありますが、何よりも大事なのは、実態を把握し、そして説明責任を果たし、その上で政治責任を果たしていく、処分を含めて政治責任について考えていく、これが重要であると考えています。 党として、えー、説明責任、えー、まずは自らの説明責任を果たしてもらうことを促す、これは当然でありますが、党としても聞き取り調査等を通じて実態把握をし、説明責任を党としても果たしていきます、その手順を踏み、そして本人の,本人の説明責任のありようも踏まえた上でえで、ー、政治責任、えー、処分等についても党として考えてまいります。 大西健介君今の話であるとです、ね、処分の前に説明責任があるということなんですけれども、まあ、先ほど来、えー、何度もわが党の議員からも申し上げてますけれども、それであるならです、ね、ちゃんとその説明責任を果たす場としてです、ね、政倫心という場があるわけですから、ぜひそこに出席して説明責任を果たすように、自民党総裁として私も支持をしていただきたいというふうに思ってます。 われわれも大事なこの予算委員会の審議時間をですねこれにばっかり使ってられないと思うからこそ、ですねせっかくあるこの政倫審の場を使って、ですねそこで自発的に説明されてはどうですかと、こう申し上げてるんですけれども、自民党がその機会を自ら潰すんであれば、参考人招致や、えー、承認喚問などを考えなければならなくなって、国会審議にも重大な影響を及ぼすことになります。だからこそ、ですね総理が私は、資料力を発揮すべきだというふうに思います。で午前中総理はですね 国会の判断とか、えー、本人の意向、この2つの理由にを理由にして、まあ、消極的な答弁を繰り返していましたけれども、まず、政倫審の会長は、えー、自民党の田中和則議員でありますし、定数25のうち、自民党議員が15名を占めてますで、野党は揃って開会を求めてる、これは山野委員がおっしゃったとおりであります。したがって、国会で決めることというのは、これ、言い訳にはならないと思います。 それから本人の意向についても、ですね政倫審に出席して自ら説明しない議員に対しては、まあ、次の選挙で公認しないと、これぐらいの厳しい態度で出席を促せば、ほとんどの議員は私、従うんじゃないかと、まあ逆に言うと、これで従,うな従わないんだったら、もうそれはそれぞれの責任だと思いますえ。信頼回復のために火の玉になるというなら、そこまでやっていただけないでしょうかう内閣総理大臣、岸田文雄君。 関係者において、明確な説明責任を果たすということは重要であると申し上げておりますし、関係者に対して説明責任を明確にするよう、党としても働きかけております。そして、説明責任の果たし方についてはさまざまなこと,がところがありますが、この政治,政治倫理審査会を含め、 国国会会ででのの審議ありり方についいててはおお決めいただくと申し上げております党としては、説明責任の,この果たし方等もしっかりと踏まえた上で、政治責任についても判断をしてまいります大西憲介君、本当に何度聞いてもです、ね、やる気がないんだなということしか分からないんですけれども、これ、成倫審の委員名簿を見るとです、ね、自民党の裏金アンケート調査で第2位の、 2954万円の三林博美議員をはじめ、ですね3名の裏金議員が委員になってます、これね、浜田国対委員長にこの裏金議員を委員から外すように指示しないんですか、それをしないこと自体が、成林審を開く意思がないことの表あれ,あれじゃないかと思いますけれども、総理、いかがですか内閣総理大臣、岸田文雄君え今回のえ事件に関わった人間、多数ある中にあって、 国会をまあ運営していくにあたって、与野党でまあ人事等についても、この話し合いを行い、調整を行った、こういった結果であると思います。ご指摘の点につきましても、この与野党でえありを運営のありようについて、確認をするう必要があると考えております大西健介君いや先ほどら言ってますけど、われわれは裏金移民はみんな、 野党国会のこの理事とか委員長とかからもう外してくれという話を言ってますし、政倫審でもしこれ、議論するとなれば、当然、裏金議員が、ね、議論する立場にありませんから、それは外してもらうの当然です。えー、ですから、えー、先ほどから言ってるように、われわれ野党は言ってるし、そして与党がその気になればできる、決断するのはもう総理だということを何度も申し上げてます。で、えー、政治資金パーティーの収入の一部を隠してです、ね、裏金していたというのは、これ、論外でありますけれども。 日大名誉教授の岩井先生は、政治資金パーティーそのものが政治資金規正法の抜け道になっていると指摘しています。そこでわれわれ立憲民主党は、政治資金パーティーの全面禁止に踏み込むことを提案をしています。では自民党議員がです、ね、政治資金パーティーという隠れみのを使って、事実上の政治献金をどれだけ集めているのか、これ、2022年のパーティーの収支、上位を並べてみました。 1>, で1位は二階派の事務総長を務めた武田良太議員の2億2056万,万3214円ですけれども、岸田総理も堂々と第2位、1億3609万2874円を集めています。で以下、西村さん、茂木さんが続いてるんですけれども、次のパネルをご覧いただきたいんですけれども、これはあの以前にも見てもらった岸田総理就任以降のパーティーの一覧ですけれども、 計11回、うち9回は特定パーティーと言われる、えー、1000万円以上のパーティーを行ってます、えー、そしてもう一つ、次のパネルをご覧をいただきたいんですけれども、えー、国務大臣、副大臣、大臣政務官規範というのがあるんですけれども、えー、ここでは政治資金の調達を目的とするパーティーで、国民の疑惑を招きかねないような大規模なものは、開催を自粛すると書かれています。総理、えー 先ほどのこの、えー、就任以来、えー、11回、うち9回は1000万円以上のこれは大規模パーティーですけれども、これは明らかな大臣規範違反じゃないんですか内閣総理大臣、岸田文雄君あのご指摘の会合については、私が総理大臣就任前から続けている、この勉強会を,、えー、を開催したということであります。 あのそうした国民の疑念を招くような会合ではないと考えております。えそして、えー、大臣基案については、これ、明確なこの金額の規制はありませんが、国民の疑惑を招かないように、えー、配慮する、これはそれぞれの大臣があこの考えることであると思います。えー、自民私自身として、えーこの、この勉強会の開催について、 国民の疑惑を招くものであるとは考えておりません大西健介君、これ、法律上は立派な政治資金パーティーですよね、それを勉強会というのは、詭弁も甚だしいですよ、でこれ、ちゃんとお金集めてるじゃないですか、そして総理の立場で、それはパーティー券売れば売れますよ、それがですね、疑念を招かないことなんですか、総理自ら先頭に立って金集めしてるって言ってこれこそ疑念を招くじゃないですか。で私はもも本当論外だと思いますけどもここに は私が前回取り上げたですね任意団体をダミーにした就職所書に規制されてない闇パーティー、総理大臣の就任を祝う会はこれ、含まれていません。岸田総理はですね任意団体が主催した純粋な祝賀会と言い逃れをしてますけども、純粋な祝賀会であれば、トントンでやればいいんですよ、収支。これを会費1万円、食事なし、そしてお土産は本と色紙だけ、これ、明らかに最初から利益を上げることを前提にしてるじゃないですか。 で最近、永田町ではです、ね、今後は議員同士でお互いに励ます会の実行委員会を作って、岸田方式でパーティーやればいいじゃないかと、そうすれば就職証にも載らない闇パーティーがやり放題じゃないかと、まあ、こういうふうに秘書たちがです、ね、冗談半分で話しているそうです。総理、私が求めた自分の就任パーティーの収支も明らかにしないで、まともな裏金調査なんかできるはずないんじゃないいじゃですか内閣総理大臣、岸田文雄君。 ご指摘の会合については、地元の知事をはじめ、政財界の皆さんが補填になって開催していただいた、こうした純粋な祝賀会であると承知をしています。あの私自身が関わっていない任意団体の活動でありますので、私が直接お伺いするのという立場にはありませんが、これ、当時の 事務所関係者から聞いている範囲で申し上げるならば、これ、本件はそもそも余剰金を何らかの政治活動に充てることを目的としてしたものではないということ、えー、さらには、これ、えー、実際の収入も1000万円未満であったということ、えー、こういったことであるとまあ承知をしております。えー、こうしした任意団体の会合であるとと認識をしております大西健介君いやあので残金はちゃんと 総理の代表を務める支部に、政党支部に寄付されてるわけですよ。で、まあ、本当にあのこういうことばっかり総理やってるんですけれども、もう一つあの、本委員会ではです、ね、世襲候補は親などの政治団体の名義を変更すれば非課税で政治団体と政治資金を引き継ぐことができる、このことがです、ね、世襲候補が増える要因になっていると、こういう指摘もありました。 えー、立憲民主党は政治団体や政治資金を親族に引き継ぐことを禁止する政治資金世襲制限法、これ、落合さんたちが中心になって、す、え、で、ー、に国会に提出をしています。で岸田総理は、えー、祖父も父も衆議院議員を務められた賛成議員でいらっしゃいますけれども、えー、総理は実 i の岸田文武代議士の政治資金を引き継ぎましたでしょうか、でもし引き継いだならば、金額はどれぐらいだったか、大雑把でもいいのでお答えをいただきたいと思います。そして 併せて時間がないのでお聞きしますけれども、もし長男の翔太郎さんに後を継ぐことになった場合には、政治資金引き継ぎますか内閣総理大臣、岸田文雄君。えと政治資金をどれだけ引き継いだか、今、手元に資料はありませんが、えーえー、ほとんど残高はなかったとおしに、えー、記憶しております。えー、そして、えー、政治資金、当然、これ、相続とは異なるわけであります。 これ、親族に対して当然引き継がれるような類ではないと思います。個々の政治団体において判断すべき事柄であると認識をいたします大西健介君、総理あの、お父さんの文武代議士からどれだけの政治資金を引き継いだか、確認して委員会にご報告いただけますか。<わ>内閣総理大臣、岸田文雄君、えっと。30年以上前のことでありますので。 資料があるかないかも含めて、えー、今、確認することはできません大西健介君。パネルをご覧をいただきたいと思うんですけれども、えー、これ、岸田総理がですね、1993年、お父さんが病気で亡くなられて、その後を継いで、35歳で初出馬をされたときの中国新聞の記事です。えー、線を引きましたけれども、今、政治に厳しい逆風が吹いている、有望な若い同志とともに、党の改革を実現するのが私の選ぶ道。 そしてその下ですけれども、選対本部長の木山中輝県議は、中央、地方を問わず、政治は力、力は数、数には金という金権政治を変えていこうと、こう、出陣式で声を張り上げたと書かれています。岸田総理、この志はどこにいっちゃったんでしょうか。今や世襲政治、派閥政治の権下となり、大臣規範を無視して自ら先頭に立って政治資金パーティーでボロ儲けをし、その上、脱法的な闇パーティーまで行っている岸田総理に、抜本的な政治資金規制、 政治資金改革を行うことは私は無理だと思います。でまた、インボイス、防衛増税、子育て増税と国民には増税を押し付けて、一方で長年にわたり、組織的に裏金を作り、脱税を続けてきた自民党政権には、事情作用を期待することはできないと思います。政権交代が必要であるとというここを訴えてて私の質問を終わりますこれにて山井君伊坂君藤岡君伊藤 本庄君、大西君の質疑は終了いたしました。